ホライゾンゼロドーン2017年ソニーインタラクティブエンターテインメント、どうもアラヤンです。さあ今回は地中に眠る謎メインクエストやってきてます。落葉の砦の地下にある遺跡でアーロイはプロジェクトゼロドーンの恐るべき真実を解き明かすってことで、ここ落葉の砦のすぐそばまでやってきてます。ここから目的地に向かっていく感じかな。何の音かと思ったらめちゃくちゃ練習してるんだが、どうしてこんな目に遭わなきゃならねえんだ。さあまずは砦に行きましょうか。向こう側っぽいよね。どっから回っていくんだろう。上かな。前にお話を聞いた大広間だよね。ここを抜けて向こう側ってことか。そうだ、ここから、ここから向かえって話だったわ。こっち側かな。あー、この上を渡っていくわけだ。なんか落ちた気がするが、上登れんの？あは、登れない。完全に落ちたな、これは。アウトだよね。普通に歩いて進めばいいのかな。こういうことか。ナイス。はいよ。で、こっからはこっち。こっち危ない。落ちそうだったわ。ここから上に登っていけってことかね。こっちでいいのかな。いや、でも上にはもう登れなさそうなんだが、下なのか。下に道が続いてんね。下か、こっちか。落葉の砦に侵入開始。反対側だぞ。壁が脆いところだ。ここを登っていくのか。この向こう側ということ。いや、ここはどこにも行き先がないですね。どこから入るんだろう。ここか。ここは初めてじゃないのか。当然だろ。いいか、私の言うことをとくと心に留めておくんだ。入り口は教えた。だがあの通気口に入れば後戻りできない。この深部へと下ろうとする前にしっかり準備を整えて覚悟を決めておけ。集中するんだ。他に用があるというなら先に済ませておくといい。言い訳は聞かないぞ。分かったな。口出しはしないでもらおうか。勝手についてきたくせに。こっから先は戻ってくることができないみたいなこと言ってますね。あ、普通に入れんのか。はっはっ。ナイス。下に降りる。私は世界の秘密を暴くことに人生を注いできた。どこから機械が来たのか。古のものはここまでの文明を作り上げ、なぜ消滅したのか。失敗の連続だった。それが何年も何十年も続き、乗り越えられない壁に幾度となくぶつかってきた。だが野良族の狩人が来た途端どうだ。ほら、この通り。お前にはどんな地球の秘密も明らかになっていく。私が開けられなかった扉もお前なら開けられるだろう。 ID をスキャンします。 ID スキャン通っちゃうのかな。遺伝子データ認証完了。通行許可。動作不良。動作不良。動作不良。おい、冗談だろ。全く笑えんな。黙れ。おい、エリザベト・ソベックだ。アクセスさせろ。アクセス要求を確認。ルートコマンド機能利用可能。次に進みますか。進む。早く通せたら。分析中、機器の故障によりプライマリーアクセスが利用できません。現在緊急排出プロシージャーを利用することができます。次に進みますか。緊急排出プロシージャーとは。ああ、緊急排出認証完了。なかなかやるな。だが本当なら、全て思い通りにはいかない。今のでバレただろう。じきに我々以外の者が来るはず。我々？ここには私しかいないはずだけどな。
ああそうだ、気が済んだら進むんだな。学ぶことは多いが時間は少ない。これで地下施設の中を入っていけるわけだな。プロジェクトゼロドーン施設を調べる。プロジェクトゼロドーンへようこそ。ゼロドーン見つけた。そんなに驚くことか。設備のチェックで複数のエラーを検出しました。修復開始。なんだここにある部屋は。入り口の広間だろう。調べてみろ。経年劣化で機械がぶっ壊れてるわけな。これは何だろう、テキストかな。また発生した事態。最前線スタッフが足りないという話な。向こうにも何かデータがありますね。あいつはご支援が必要です。これもテキスト。鎮静剤が欲しいっていう話みたいですね。興奮状態にあるってことなんだろう。他にはデータポイントは特になさそうだから次の部屋進んでみましょうか。こいつか。オープン。お名前をお呼びする前にそこでしばらくお待ちください。ドリンクと簡単な食事をご用意しております。小さい部屋。待ち合いって感じなんだろうね。奥にまた扉があるな。ここにデータポイント、またテキストかな。ラウンジ担当からのメール。叫んだりすすり泣いたりした場合はラウンジで順番を待ってる候補者に丸聞こえ。一体どんな状況下で仕事してるんだここの人たちは。かなり精神的に追い込まれた状況だったみたいですね。そのまま第一鑑賞室へと進み、説明映像をどうぞごゆっくりご覧ください。その前にこの横の部屋のデータポイントを確認しましょう。これもテキスト。補充がされなければ。ハーブティー関係も補充してくれっていう話みたいですね。やっぱり精神的に安定させるものが必要ってことみたいだ。素材ゲット。こっちの奥には特にデータポイントはないのかな。奥の部屋行きましょう。第一鑑賞室へ。ここは一体何なんだ。ホログラフィックシアター ZD-01 データを再生を開始します。でかいホログラフィックの映像を見せられるってことか。プロジェクトゼロドーンへようこそ。私はヘレス将軍、アメリカ合衆国統合参謀本部の議長です。噂は耳にしたでしょう。ゼロドーンは極秘の超強力兵器計画だと。不屈の勝利作戦でロボットの侵略を抑えることができれば我々は科学の奇跡でファロの災禍から救われる。あなたが噂を耳にしたのも当然。私が広めたから全てデタラメです。ゼロドーンは超兵器計画などではない。我々は助からない。もう手はないのです。嘘じゃない。どういう意味だ。誤作動が発覚した時すでに手遅れでした。バロの災禍を止める術は何もない。ロボットは複製し続け生物圏は破壊されていくでしょう。地球の生命はいずれ滅びてしまう。地球の大地は不毛の地となり世界規模の絶滅はもはや避けられません。我々がいくら破壊してもロボットの増殖スピードがそれをはるかに上回っている。機能停止コードさえあればシャットダウンできます。全機能です。しかし暗号プロトコルには多層性の波形が使用されているため暗号の解読には半世紀を要します。我々に残されている時間は長くても16ヶ月しかない。生物圏の破滅はシェルターや宇宙ステーションに逃げて待てばいいようなものではありません。地球は変わり果てた姿となる。命はなくなり有害な岩と冬眠し餌を探し続ける無数のロボットだけになる。これが不屈の勝利作戦に隠されたおぞましい真実。私の嘘、何百万もの無実の人々に戦いで犠牲を強いるためについた嘘です。なぜかその理由はあなたがここで行うであろう作業のために時間を稼ぐため。ゼロデイ、
地球の生命が消滅する日は間近に迫っている。止めることもできない。ゼロドーンの希望は未来に続く可能性を紡ぐこと。暗闇に差すその一筋の光はエリザベト・ソベックに委ねる。私からは以上だ。じゃあ結局エリザベト・ソベックが用意したものは何だったんだ？どうなっているんだ。地球の生命は消滅してない。だが止められないと言っていた。でもできた。どうにかしてエリザベトが救ったんだ。一体どうやったのか確かめないと。ソベックがしたことが一体何なのか全くわからないですね。オープン。次の部屋。ハヤブサだ。通気口から。ああ、敵が来た。真実を知るために生き延びるんだ。見逃れ。動く者は殺せ。ここは何だ、墓か。やってきた敵たちをとりあえず排除していかないといけないってことか。上に登れそうだな。上には登れなかったね。なんだ、どうしろと。とにかくそこにいるやつから行きますか。こっちにやってきてるな。データポイントゲット。面接トムパエク。さあサイレントストライク一体撃破な。音声データ聞いてみましょう。はい、データは正しい。この巨大な機械の怪物たちは殺すだけじゃなくて餌にしてると。機械たちが生命を餌にして増殖してるって話を聞かされましたね。こっちも音声データポイント。面接トラビステイト。相談は、おふくろは正しかったんだ。失礼。俺のおふくろは敬虔な信者だったから、聖書も持ち歩くだけじゃなくてしっかり読み込むくらいね。お気に入りは黙示録。おふくろのことはよく分かんなかったし、言ってたことは意味不明だったけどさ、話すことは決まって、終焉がこうだとか、深い生活のせいで火の湖がどうだとかな。ところでさ、タバコ吸っていい？ここでタバコを吸うぞ。まともな人が候補者としてやってきてはいなかったってことなんだろうね。向こうのデータポイントは、これも面接。あなたはファローオートソリューションに勤務されていたんですよね。チャリオットラインの自己複製部門です。移送されるものと思って来たんだ。連れてこられる時に終わりかって。僕は罪を受け入れようと、あれから毎日邪魔されるわけじゃないから、罪を追加してくれるのかも。何が、ロボットが自分たちを複製する機能を作った人ってことなのかな。こっちにもあるんですよね。たくさん音声データポイントがある。全部聞いていこう。なあ、シャバンはもういいよ。コロニーシップを建造してるんだろ。でも飛び立てない。文字通りね。オデッセイ覚えてる？2057年から軌道上の宇宙になった宇宙船。あれは計画が遅れてポシャったが、今回はすぐにでも脱出しないと。新しいコロニーシップを準備するってことが無理難題だって理解してるのかい？大変失礼ですが、私は作業員では。そんなことしたって大した人数は救えないんだぞ。全世代を乗せるって構想は無理だからやめろ。次世代のことを考えるならありえない。全世代を乗せるには巨大な船が必要になるし、パワーも資源もいる。だからたとえ建造してシリウス X に向けて飛び立とうとしたって、全員が船に乗れるわけがないんだ。分かったか？少し冷静になってください。この地上から逃げられると思ったら大間違いだ。誰も逃げられない。医者を。いろいろ聞いていますが、もう誰も助からないだろうみたいなことを専門家がたくさん言ってるって感じかな。緊急
急事態のためにお越しいただいたことは分かってますね、オキロさん。オキロ隊員だ。抵抗しなかったことへの感謝か。外交的な解決策は交渉不可能だったと存じます。私の国のリチウムのこととなると交渉に来るのは決まってスワームだった。メタラジックインターナショナル米国ロボット司令部、マークは変わってもいつも同じロボット。あなたは対ロボット戦の経験が非常に豊富ですね。ああ、この義足はこれまでの戦いの証だ。たとえ困難な戦いであったとしても恐怖に立ち向かい続けている。サイバー戦争ね。ゼロドーンというのは例えば機能停止コードを作るマンハッタン計画みたいなものか。私の持つ情報でも暗号の解読は不可能だと推測した。私が間違っていたんだったらいいんだが。残念ながらあなたの推測は正しかった。ヘレス将軍が言った通りか。それで何のために私を連れてきた。状況は。カウンセラーガイドライン1っていうテキストメッセージが紛れてましたね。精神状態が十分に安定している場合のみとか、まあほとんどの人がもう精神的に不安定になってるってことなんでしょう。これは音声データかな。スーザン・アルパートさん、環境学者です。博士。ごめんなさい、私ったら。呼んだだけです。何を考えてらっしゃったんですか。将軍の言っていたことではありません。2051年、こんなに経った今でも夢に見るんです。危険区域が手の指をゆっくりと一本ずつ開くようにスクリーンに広がっていった光景を。事故対策に関わっていたためにあなたが指名されたんです。本当？おかしな話。何にもできなかったのに。あそこは生命が育たないほど壊滅的だった。でも地球規模で生物資源が減少するのに比べれば可愛いものね。生物圏と水源が壊滅してしまう。ロボットが私たちを葬る前に暮らすことができなくなるわ。不屈の勝利作戦では時間を稼げない。だからゼロドーンが何なのかを早く教えてちょうだい。みんな精神的に不安定だったっぽいですね。次の部屋行ってみましょう。 ZDO2 データオープン。再生を開始。またホログラムか。エリザベト・ソベック。悪い知らせは、聞いた通りファロの災禍が生物圏を滅ぼしている。生命そのものが消滅する。でもそれで終わりでしょうか。もし未来に命を紡げたら、もし種子のようなものを残して枯れた地球に新たな命を芽吹かせることができたら、これは目標、希望です。プロジェクトゼロドーン、それは超高性能の完全自動テラフォーミングシステム。それで生命を復活させるのです。それに不可欠なもの、コアには真の AI が必要。この世界の生物圏を再構成するために何兆もの決断を下すことが可能な、それは地球上の生命を再び繁栄させる不滅の守護者。その名はガイア、母なる自然の AI。しかしガイアはコアに過ぎません。副次的な機能が不可欠になります。広範囲に及ぶ分野をそれで支えるのです。ガイアの思考の延長にあるようなもので、それぞれの目的のために機能する。そしてこれらは AI ではありません。これらの開発には非常な困難を伴うため、未だ人類が挑んだことのない挑戦となります。ハードウェアは未来の地球に命をしっかりと芽吹かせる数十億もの種子を守ります。全ては地下施設に収められることになりますが、それはただの始まり。全システムを作らなくてもいいのです。完全自動テラフォーミングシステムの素晴らしいところは自らで作り出せることです。これからの数日間、皆さんがこれから作り上げるあらゆる機能が組み合わさっていくでしょう。どのようにソフトウェアを作って技術と設備を準備するかは時間との戦いになります。
そして手遅れになる前に全てを完全に封印する。ただし重要なのはこれで終わらないということ。ヘレス将軍が話していた機能停止コードをガイアが生成し、その送信アレイ群を建設し、ファロロボットを永遠に停止させる。ガイアは作るだけではありません。生命復活に必要となるロボットを何世紀にもわたって試行できる。破壊された地球の大気や汚染された海を浄化し、冷凍保存した種子で地球を再び緑化し、生態系を再構築するのです。そして全て完了した時、世界中に散らばるゆりかご施設から新世代の人類が誕生をし、アポロを分かち合うのです。我々が残す人類の知識や文化の功績をまとめたアーカイブです。この世界、そして何より過ちを繰り返さぬため、決して不可能な夢ではない。私たちが休まず力を尽くせば、きっと達成することができます。絶滅は避けられません。でももし皆さんが私とガイアに協力してくれたら、共に未来を現実のものとしましょう。地球全体が破壊された。でも復活した。そうだ、機械によってな。創造の機械だ。エリザベトがやったのか、未来のために。でもハデスは何なんだ。ガイアの一部だというなら、なぜ機械の残骸に紛れていたんだ。それにどうして私を狙う。あのアポロは、保存された知識はどうなったんだ。私も困惑している。答えはこの先かもな。いや、聞き入ってしまいましたね。エリザベト・ソベックは自分たちの命はなかったことにして、もう助からないものとして未来に生命を芽吹かせるための仕掛けを行ったってことなんだな。生命は一回絶滅したけど、もう一度復活するような仕組みを作っておいたってことか。テキストのデータポイント、プロジェクトゼロドーンに参加した場合はこれから死ぬまで拘束されるってことが書いてありますね。あとはずっと未来のために働いて、必要であれば安楽死を受けられますよみたいな、そういった怖いことが書いてある。覚悟を持ってやってこいってことかな。覚悟しすぎですけどね。さあ、ここにも何かデータポイント、こいつもテキストかな。カウンセラーガイドラインに、ここには専門家がたくさん集められてるってことなんでしょうね。しかしカウンセラーがいないとどうにもならんって話だろう。まともな精神状況でやっていけそうな職場じゃないですから。さあ、次の部屋行こうか。次は向こう側か。おっと、やってきたぞ。死ぬんじゃないぞ。めちゃくちゃ手にでかい武器持ってるんだがいやー、とりあえず一旦倒さないとまずいよな。長弓かなんかに装備変えて、顔を出して見かけたやつから順番に倒していこう。やばい、めっちゃ撃ってきてんな。外した。そこら中にいるじゃねえか。敵のそばまで寄っていくことは不可能っぽいですね。トリプルショットに変えて、つがえた上でヘッドショットでいこう。 OK、 一撃。さあ、そして向こうのやつも同じ方法で倒していきたい。めちゃくちゃ撃たれてる。いけ、 OK、 倒した。痛いさあ、またトリプルショットだ。 OK だ。しっかり引き絞って顔を出して止めろ。 OK、 ナイス、倒してやったぞ。3体、この辺にデータポイントありましたね。ここのデータポイントを確認しに行きましょう。こいつは音声データポイント、トム・パイク。彼らと話してきた。
アルテミスの目的なんかもな。動物園作りに興味はないと伝えといた。この数千年間で人類が素晴らしい管理者ではないと証明してきたわけだ。だから生物圏を再構成するという考えは末恐ろしいことだ。だってそりゃそうだろう。それを推測する権利を持つことさえおこがましい。だが手段は何もない。こんなことをしでかしておいて何もないんだ。そしてリーダーはチャールズ・ロンソン。彼はすごい情熱を持っている熱血感だ。ならやってやる。文字通り私の全てを捧げてね。プロジェクトが終わったら医療オプションを選ぶことにするよ。カウンセラーは気が変わるかもと言ったが、俺のことを分かってないと言い返してやった。生命のために汚れ仕事をやる。だが俺は惨めにしか生きられない未来の提案はまっぴらごめんだ。それにアウトドア派だ。 LED の光は私の肌に合わないし、それに少し閉所恐怖症でもある。ゼロドーンとは、壮大なスケールで表現する一種の芸術のようなもので、でもとても不公平じゃない。なぜ私が選ばれたの？委員会が決めたこと？ああ、モッキングバードのつまらない FBI に教えてたことがあったけど。電源が。あらは楽しかったぜ。前にも言った。でもカウンセラーには辛く当たりすぎたかもな。可愛かったし、マニュアル通りにやってただけだった。ゼロドーンがいかに滑稽かは彼女じゃわからないか。未来のためにホログラムの彫刻家を作るとはね。でもそうだろう。間違ったことは言っちゃいねえ。ねえママ、自然を作ろうってか。そんなに自然が大事ならなるようにしたらいいだろう。絶滅自然だね。ゼロドーンも自然じゃないよ。だが人工的すぎてやってらんねえし、おめえも自覚してるんだろ。だから隠してんだ。そんな中俺のカウンセラーちゃんは頬の裏を噛んでる。悪い癖だ。爪も一枚だけ噛んでたな。ついてない一日だったが、ノルマ達成できないと見るや、ヘイト3人も拒否されるおつもりですか。だって冗談よせよ。18ヶ月働きまくればエルシオンで30年間ポルノを見まくり、その話乗った。覚悟を決めた人たちっていうかは、癖が強い専門家たちが選ばれて強制的に働かされてるって感じかな、プロジェクトゼロドーン。そしてここの次の扉が電力が来てないそうなので、この電力ケーブルを折って電源をつけに行きましょう。どこに向かってるんだろうか。この奥か。